ぬかしえどの番長に聞くという麗しき叙述あり、殿もぞっこん一番のお気に入りだが、悲劇は突然訪れる。10枚の皿1枚が消えた、意地悪女中濡れ衣をかける。友は聞く耳持たず、大きく追い出す涙が枯れるまで泣き明かす。声が聞こえる、お聞くよ、お前は悪くない、早まったことをしてはならぬ、死んで花見が咲くものか。お前の着手に今始まる、これは復讐ではなく逆襲、何しろ装束で女中たちの前に立ち叫ぶのだ。私は無実だ。身を投げるのは愚の骨頂、皿の方が大事とは友の大事と異なり、この世は思い通りにならぬことばかり、ただ悲嘆に暮れてはならぬ。悲しみと喜び表裏一体、悟りを開き元気を取り戻す、お聞くの逆襲女中たちは恐れをなし、友は皿に盛った料理に当たってあえなく死亡。お聞くは美しくさらに輝きを増し、もっと素敵な殿のお気に入りとなった。悲しみと喜び逆境に負けず、真実は必ず明らかになる。お聞くのの逆襲続ける覚悟、皿を数えその声が響く、1枚2枚3枚と叫び、無実の叫び夜空に響く。女中たちは恐れをののき、殿も心も揺れ動く、お聞くの強さにみんなが気づく、真実の力輝きを放つ。悲しみと喜びは表裏一体、叫ぶに負けず強くあれ、真実は必ず明らかになる。夜が明ける新たな日々、お聞くの心に光が差す、友の影はもう過去のもの、お聞くの未来に希望が宿る。お聞くは美しくさらに